7日に投開票された東京都知事選で約165万票を獲得し2位と善戦した石丸晋司氏41について TBS ラジオの開票特番で直接インタビューしたラジオパーソナリティが一瞬で彼自身の不安定さが明らかになると石丸氏の弱点を指摘したライターの武田沙傑氏は 開票特番に石丸氏が出演した際に石丸氏の著書覚悟の論理を熟読させていただいたんですけどと前置きメンタルが強いですねと言われてなんでメンタルが強いかと言われたかというと相手の問題はどうなっても私は知りませんよと割り切れると書かれていて政治をやられる方とすると相手の問題はどうなっても私は知りませんよというのは ちょっとギョッとしちゃうなというところを感じたと指摘した。続けて、選挙戦を通じて、いろんな立場の人とお会いして、お話しすることがあったと思うけど、この本に書かれたこと考えに変わりはないですかねと聞いた。石丸氏は、どういう点にギョッとしたんですかそんなにおかしなことを言ったつもりないんですけど、どこに違和感を感じたんですかと逆質問。田氏が政治というのは、 いろんな意見を受け止めて、考えを変えていったり考えを強化していったりの繰り返しだと思うんですけど相手の問題はどうなっても私は知りませんよと言い切れるというのが自分のメンタルの強さだと言われるとなかなかそこに対して意見を届けるのが難しくなるんじゃないかなと思ったんですけどねと改めて問い直した。石丸氏は、 武田氏のの再質問の途中から半笑い、失礼ですけど本当に熟読されましたと尋ね武田氏が熟読しましたねと即答するとそういうふうな思いでは言っていません自分の責任の範囲を定義するという意味においてその話をしています政治において意見のやり取りをするのは当たり前ですそれを否定はしていないはずですが 否定ししてましたか熟読された中でと切り返した武田氏はしてますよと答えたがここで石丸氏の出演時間が終了となった武田氏はこのやり取りの翌日の8日 X を更新石丸氏についてこれまで相手が動揺したり絶句したりする場面を意図的に作り出し優位に立っていると思わせる構図を作り続けてきたのだろうが 受け止める方が動揺したりゼックしたりしなければ一瞬で彼自身の不安定さが明らかになると記した選挙開票特番での石丸氏の質疑応答は石丸公文と話題となっているが竹田氏とのやり取りも質問された言葉の解釈に終始する公文の典型的なノリ直接対峙した竹田氏は石丸氏の不安定さを見出していた 以下は、ネットユーザーの反応をまとめたものです。自身の書いた言葉が、自分の本意と違う、受け止められ方をされるのはよくあること。それを本当に熟読していればわかるはずで極論を言えば、熟読したのにあなたは理解力がないと一周する、発言は深い。私自身メンタルが、強いの下りの彼の回答は、やはり、武田氏の受けた印象とさほど変わらないし、 それを受け取り側の責任にするのはどうかと思う。せめてあなたの見解と私の方には違いがあり、それを高校ですと分かりやすく説明するべきなのではと思いました。どういう成果を出したかという基準で考えると、石丸さんは現状では普通の政治家ではないでしょうか。なぜなら市長であった時の成果や施策が特に報道されておらず。 ご本人もあまり強調してて述べいいないからです例えば前赤市市長は子育て支援財政健全化人口増といった成果がよく報道されていました暴言もあり残念に思う面もありましたがどういう成果を出したかの基準で見ると素晴らしい政治家だったと思います石丸さんの熱心な性格は好きなので今後は強力な実績をご自身に付け加えて いいいたたただきたいと思いました自分は常にコミュニケーションをとるときに相手との落としどころを見つけようとしている相手も相手の価値基準で生きているから完全には分かり合えなくてもほんの少しでも共感したいしかしこの石丸とやらは全く自分の殻から出ようとしない相手の土俵に立つこともない 一見論破しているようで、相手はすごく不快な気持ちになっているような気がする。幕末の志士、坂本龍馬は、勝海舟を切りに行って逆に勝ちの言葉に感銘を、受け弟子となり、時代の不運児となって、日本を選択したが、悲しいかな石丸氏には、相手の意見を受け入れ受容し、自分のものとする柔軟性は持ち合わせておられないように、思う。 選挙特番で石丸に投げかけられた質問は選挙期間中にメディアがすべき質問だった投票が終わってから質問して何の意味があるのだろうかテレビ局が公開討論会を開催しないからタイミングを一した間抜けなことになるもし公開討論会で投げかけていればここまで石丸の票は伸びなかったかもしれないし公開討論会での質問なら 石丸も噛み合う答えをしたかもしれないマスコミの役割は投票に必要な情報を有権者に提供することでありご野菜みたいな選挙特番をすることではない何か石丸氏の記事について擁護派支持者と否定派の意見が両極になってきてますねこれこそが石丸氏のやり口な気もします 正義と悪みたいいいな構図をを使っってて人を巻き込んでいっているつまり否定派もプロレスを盛り上げてしまってるビジネスは上手いかもしれませんがこういう人に政治を任せるのは私は怖いですねネットを使った選挙って斬新ではあったけど見えない側面がどんどん出てきているような感じだな質問に質問で返して 自分の土俵に無理やり引きずり込むって議論で負けないためだけの手法だよ結局その場だけの優越感であって結果的に敵を作る石丸はどんどん化けの皮が剥がれてきているように思えるあの対応を見て自分の住んでいる自治体の主張になってほしいと思ったらどこがいいのか聞きたいですねたくさんのメディア対応の一つかもしれませんが これも彼の得意な切り抜きの一部なのではないでしょうか。都合の良いところは切り取って自分のイメージアップ素晴らしいですね。これ著書について言っているわけではないです。石丸氏が高圧的にしょっぱながら対応したけど相手は全くひるまなかったケースほぼ全てにおいて石丸氏はまともな回答ができませんでした。そもそも どうにでも捉えられる回答しかしていなかったですがつまり石丸氏が議論で勝ってきた相手とは高圧的にあたかも完全に自分が正しいように振る舞った石丸氏にひるんだ人が多いのではないでしょうか相手がひるむ前提で石丸氏は威圧しているから次を考えていないそもそも相手の質問には一言目に結論を言うのが本当に考えている人です一言目に 相手の問題を指摘することではない。質問を受けて一言目で結論を言えないなら、私の解釈が間違っていたら、大変申し訳ないのですが、このような意味でよかったでしょうか。と聞き返す。それさえしないので、あまり考えていないんだろうな、と感じました。そこが弱い。